はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルビッシュです。では今回はパワープロ2018栄冠ナインの続きをプレイしていきましょう。まあ残念ながら前回ですね、最後夏の甲子園地区大会は2回戦で敗退という結果になってしまったので、まあ、春の甲子園に出場した高校としてはですね、まあ、この後はチームの立て直しが急務になってくるかなと思いますので、しっかりじっくり練習をやっていきましょう。まあね、グランドレベルを上げたりしていきたいので、そういうイベント系をねしっかり踏んでいきたいなとは思うんですが、同時に選手もね休ませていったりはしてあげなきゃいけないので、ティーを入れたりして休ませていきましょう。あと合宿だな、合宿、今回の合宿は本当に頑張ってもらわないとな。そうすると食事会は入れたくないので、まずはチューブトレーニングを入れて、どうなんだろうね、青マスはちょっとでも多く踏んでった方がいいのかなっていう気もしますよね。となると変化球の投げ込みかダッシュ、まあダッシュだね、チーム方針から考えると。ダッシュを入れて、で食事会を入れて、プラスイベントを起こしてアロマテラピーをやって、ストレッチまでして合宿に入りますか。もうね、合宿に備えてコンディションは万全にしましたからね。さてと、まあ、ここはミートバッティングかな。なんか誰か何か覚えてくれたりしたら嬉しいんだけど。お、三ツ矢が粘り打ち取得したな。キャッチャープラス2とかマジで欲しいけどな。欲しいけど、キャッチャープラス2本当に欲しい。おお、西田がキャッチャー B になった。これは本当に嬉しいな。調子安定が2人つきましたね。流し打ち覚えてくれると嬉しいんだけど。お、根岸が流し打ち言えてないですね。流し打ちつきましたね。そしたら、グラウンド整備をしてもらって、グラウンドレベル、土レベル上げましょう。まずはそしたら投げ込みをして、おっと、しまった。普通に緑踏みたかっただけなんだけど、マス目のカウント間違えちゃいましたね。まずは山屋は、急速アップはそこそこにスタミナアップにしていきましょう。土肥は、赤アップでいいかな。豊川は将来のエース候補なので、急速アップをこのまましてもらいます。戸田も急速アップでいいかな。西田は肩がだいぶ安定してきましたね。補給がちょっと微妙だけど、ここは弾道を上げていく。そろそろ村上はまだまだミートアップかな。石森はどうする。パワーがちょっと足りてきてないので、もうちょっとパワー入れましょう。で角田も弾道を上げていきます。根岸、村瀬はミートまだだね。梶川はミートはだいぶついてきたんで、ここでじゃあ総力に振っていきましょう。平山、全体的にまだまだかな。ミートでいきましょう。で三ツ矢ですね、彼もミートアップでいいでしょう。露木もミートアップでいいかな。
まあ、ここは山屋を推薦しておきます。グラウンドレベルをもうちょっと高い位置で維持していきたいので、まあ、それをどうやっていくかだな。お、アベレージヒッターの章手に入れたか。これはありがたい。ここはじゃあスカウトと本屋さんに寄ってく？本屋さんがそれぞれいるからね。ここは梶川にする将来のキャプテン候補。アベレージヒッター誰に読ませるかだなぁ。あとはなんか4ばっかり溜まってきてるのがちょっと危ないね。練習のマス目極秘の推薦状がやってきた上に緑マスに変えてもらった。これは本当に嬉しい。アベレージした誰に読ませる？本当に。ちょっとあれだな、マス目的に1ばっかり踏んじゃってるんで、練習効率があんまり良くないですね。お、特訓マスは絶対踏みたい。来週の水曜日特訓マス。これは踏みましょう。で、本屋も踏みたいので、本屋も踏みたいよ。本屋も踏みたい。どうする？本屋踏みたいけど、本屋を踏むにはしょうがない。メンタルトレーニングで一人本屋を飛ばすしかないね。一人本屋を飛ばしてからのもう一回本屋に行きましょう。まあ、まだまだこのままでいいかな。西田がどうするかな。弾道上がったんで、まあ、ここはパワー上げてく。で、カッターも弾道上がったんで、二塁手。肩上げよう。ゲッツーが取れないケースがね、ちょっと多くなってますからね。ゲッツーを取りに行きましょう。さあ、この秋季大会は本当に勝ちに行きたい。ちょっと不甲斐ない試合が最近多いですからね。じゃあ、ここいらで一旦本を読ませていきましょう。
逆転の発想がいいでしょ。学力もいい、性格変更もいい。極秘の推薦じゃ置いといてだ。対左打者、これ誰に使う？現2年生、西田頼むぞ。おう、そうか、西田は使えないか。そうする角田はピッチャーだもんね。山谷は読ませておいて、送球はね、角田かもしくは梶川か、どうする？梶川にしよう。アベレジヒッターも梶川だな。梶川ばっかりひいきしてるけど、プルヒッターはパワーが高い選手がいいよね。角田だな。角田は引っ張り、何があっても引っ張りだって覚えておきましょう。プロになれなかった時スカウトになってもらう？じゃあ角田、まあプロになってくれ角田。角田にはね、何としてもプロになってもらいましょう。さあ特訓だな、どうする？石森か露木か三ツ矢か。三ツ矢だな。チャンス、頑張れ。よし、よくやった。今回結構みんないい感じで頑張ってくれたね。練習試合、公式戦ですね、公式戦。そしたらもう公式戦に突入する。ちょっと一回ぐらいね、休みを入れてあげたかったんだけど、しょうがないね。あとは山谷がどんだけ頑張ってくれるかなんだけど。ここは、角田でいく？角田はね、フルヒッターつけてあげたんで、期待しましょう。おー、ちょっと待ってくれ。4番に山谷が入る、そんな打線？いやー確かに微妙だな。頑張ってもらうしかない。やっぱり柴崎抜けたのでかいな。柴崎にだいぶ依存したチームになってましたからね。まあ、そこを新チームで今度は山谷が担うわけだな。しかも山谷は投手にこう専念してもらいたいなという気持ちもあるんですけど。さあ、ツーアウトランナーなしですね。まあ、ここは引っ張りでいきましょう。プルヒッター持ちなんでね。これは、セカンドの正面ですね。内角の球だったかな、今ちょっと見てなかったですが。おっと、これは弾いてる。どうだ、一塁は、惜しいね。角田は足があんまり速くないかな、今見てても。さあ、ここはチャンスになるということで、お祭り男を発動して流し打ちでいこう。どう？正面だね。で、角田頼むぞ。ここでこそ引っ張りの極意を見せてくれ。ボテボテだな。おっと、うまいね。うまいねじゃないね、助かったね。正直言ってタイミング的にアウトでしたからね。ちょっと待ってくれ。今何も考えずに山谷を熱血入れちゃったけど、山谷はピッチャーで使った方が良かったな。まあ、点を取ったんでよしとしましょう。
で平山、平山も熱血課長発揮してくれ。当たりはでかいけど追いつくか。追いつくね。パワーがね 2,3 割増しになってくると今でも入ったかなという会心の当たりだったとは思うんですが、どう抜ける？抜けないね。で西田、西田はね打てるんでね、お祭り男も発動しちゃおう。もうこの回に決めに行く。どう？うまい。しかもお祭り男は発動してるんで、畳みかける絶好のチャンスですね。抜けてく。これは二塁ランナーは帰ってこれないよな。帰ってこれないね。ただここで引っ張り男角田が登場するんで、角田頼むぞ。どう？当たりはね、今の打球音聞いてもらったようにかなり良かったはずなんですが残念。でここだ、山谷大丈夫か。ノーアウトランナーが二塁一塁。これはどう？まあ止めただけよしとする。止めただけね。よし、開き直ったストレート。高校生で150キロ超えのストレート持ってますからね。まあ犠牲フライかな。1点差、市原北高校。8番の杉森、これはどう？どう？微妙なところに行ったな。同点タイムリー。いやー、当たり的には打ち取った当たりかなというところだっただけにちょっともったいなかったですね。まあしょうがないですね。ここは勝ち越されないようにしましょう。デッドボールか。山谷がちょっと乱れてるな。お、タイスキー監督久しぶりに見たな。タイスキー監督もちゃんと采配振るってますからね。よし、最後はストレート。なんとか踏ん張ってくれたね。踏ん張ってくれた後勝ち越してあげなきゃ。カジカちょっとヒットが出てないね。どう？当たりはいいけどゲッツになる。ゲッツになったか。いやー、なんとも言えない感じだなこれ。山谷まだ投げてる。低め中心でいこう。とにかくストレートには自信があるんでね。これはゲッツになる。ライナーだったか。うわ、持ってくれた。安直に投げちゃったか。さらに守備が続く。ちょっと待って、1回戦敗退は本当にまずいな。山谷がまだまだ投げれるなら投げてもらって、エースなんでね。この裏あと2回しか攻撃がないんで、しかも2アウトランナー、これが1塁。うわー、厳しいな。どうする？なんとか点を取らなきゃいけないんだけど、これは落ちないか。落ちてくれー。落ちないなー。いや、この回点取られたら絶望的だな。ワンアウトがランナーが一塁ですね。まあ、まだね、諦めるのは早いですから。ここはスタミナを上げよう。これはゲッツーにしよう。ツーアウトですね。もうね、タイスキー監督がアウトカウントを間違えてる、把握しないっていう時点でちょっとまずいよな。乱調でスライダーシュート。
136キロ。いや普通にやれば逆転できるピッチャーだと思うんだけどな、根岸。いやちょっとここは自分のチームの戦力もちゃんと確認しよう。まず根岸からでしょ。対左投手がジーカ、流し打ちは持ってるね。角田はプルヒ持ち、逆境代打イブシギン、大丈夫だね。山谷は勝ち運対強打者もある。これピッチャーのやつだね、今見たの。プルヒッター持ちだな、山谷もプルヒッター持ち。平山はチャンス B だけど対左投手が F か。梶川は阿部氏持ち、石森は固め打ち、内野安打だね、次は。よし、もう忘れちゃった。根岸は流し打ちでね、で角田はプルヒ、山谷もプルヒだね。じゃあ流し打ちでいきましょう。ちょっと待って、その肝心のさ、根岸引っ張りなの？流し打ち丸だけど、いや引っ張りでいこう。ちょっと待ってくれちょっと待ってくれ、大丈夫だね。ちょっと2球でね、インコースのボール引っ張りで空振り2球したときは、お危ないかなと思ったけど大丈夫でしたね。じゃあ角田は引っ張りでいこう。プルヒ持ち、ちょっと待ってくれ、2球で追い込まれるパターン多いな。頼むからゲッツーはやめてくれよ。見逃し三振か。最後は高速シュートでしたね。山谷、うわー、ここも空振りか。いやー、チームの立て直しがうまくいってないのか。大丈夫だね、抜けてくれた。で平山だね、平山。平山の特徴をもう一度確認しておきます。平山チャンス B、 よし。梶川は阿部比、石森は固め打ち。チャンスを生かしてくれ。チャンス B の力を見せてくれ。入ってくれ、入ってくれ。あー入らなかったか。今のがねフェアゾーンにさえ入ってくれればっていうところだったんだけど。どう、これは危ないね。ゲッツーだけは控えてほしいところだからね。さあ梶川は阿部ひ持ってるからね。投手データで相手の投手金久保で合ってる読み方。リリース丸か。回復 F 転生プロミート積極引っ張り。うわー、やっちまったかー。いやー、甲子園予選1回戦敗退。違うね、秋だもんね。秋の大会地区予選1回戦敗退ですね。いやー、そこそこに下がっちゃったね。まあ、しょうがないね。ちょっと言葉を失ってしまってるけど、ちょっと範囲が何かって話だよな。まあちょっとピッチャーがやっぱり踏ん張れてないっていうところだと思うんですよね。山谷をもうちょっとストレート徹底的に鍛え上げるか。調子極端の書とか本当いらないな。
まあここは梶川にしとこう。でだ、特に注意しなきゃいけないのがやっぱ山屋なんだよね。山屋スタミナ C まで来たんで、今度は急速アップにしよう。変化球を覚えさせたい気もするけどね。土肥もいい、豊川も急速アップ、戸田も急速アップ。150キロは欲しいな、やっぱり。西田のパワーが全然上がってこないね。村上ミートアップ、ミートはまあいいかな。一旦走力に切り替えましょう。石森のパワー、まあもうちょっと上げていく。角田は肩が全然だな。根岸パワーもうちょっと上げていきましょう。村瀬もミートまだまだですね。梶川総力39ですね。まだこれからになります。平山ミートアップ中。三谷追撃、まあこの辺はこのままかな。なんとか中堅に戻したいですよね。練習試合で勝利を重ねて。早速練習試合を申し込もう。そこそこばっか。アビコ中央高校にしよう、なんとなくだけど。まあ残りの練習試合ね、全部勝つつもりでいかないと。中堅には程遠いな。張り切るボーイ、まあ角田かな。根岸か角田か、まあ角田だな。まあ山屋もそれなりの感じなんでいいでしょう。まあコールド勝ちしに行く気持ちでね、行きましょうね。角田は引っ張りでいこう、引っ張りでいこうっていうかね、あのプルヒ持ちなんでね。ミートアップしてるのに強振なのはどうなのっていうところはあるんですけど、これって所詮あれですよね、ミートの幅が広い方が当然その強振にした時もミートが大きいはずなんで、そこはあまり気にしなくていいんだよね。ちょっとさすがにここは流し打ちにする。ちょっと待ってね、角田って本当にプルヒでいいんだっけ。もうねすぐ忘れちゃうんだよ、タイスキー監督は。そうだよね、プルヒだよね。プルヒッターだけどここは流し打ち。抜けてく、よし抜けてくね。二塁ランナーは帰ってこれる。で打てる山屋もプルヒ持ちです。まあ、こういうプレーしてくれるとありがたいよな、アビコ中央高校も。で山屋くんだね、山屋くんがしっかりね抑えてくれれば何にも心配するとこはないんだけど。まあさっきというかね、秋の大会の地区大会予選は安易に内角のインコースを攻めたら持っていかれましたからね、あっさり。ここは1点堅調かな。まあ1点はね全然いいと思います。3点以内に抑えてくれれば。固め打ち持ちの石森くん、ここは試合を決めに行こう。
2点タイムリー、うん違う、タイムリーツーベースですね。で村上、村上もね、この後育ってってもらわないといけないんで。抜けてく、よし、いいバッティングでしたね。でここで1番に帰ってきます。キャッチャー西田、畳みかけるチャンスだね。ここでも試合を本当に終わらせたいな。犠牲フライ狙いで抜けていく、これは2点タイムリーになりますよね。さあもう1点取れば試合が決まります。抜けてった。いやこれくらいのね差はあると思うんでね、そこそこチーム相手だったら、本来の我が校は。まあなんか負けちゃいましたけどね、地区大会1回戦で。お、中堅高校に戻ってきた、戻ってきたぞ。角田も超ノリノリになったしね。カジカはちょっとそうだな、弾道一回上げとこう。まあこのタイミングっていうのはあると思うんですけど。さてそしたらね、そろそろ時間がいい時間になりましたので、中堅に戻ってきたので、中堅に戻ってきたこのタイミングをうまく利用していきますか。ここは山屋だね。じゃあちょっとドラフト会議まで見ていきますか。ドラフトまで、ちょっとみんな疲れが溜まってきてるかな。そしたら食事会で一旦息抜きを入れて、守備連携で本屋さんに泊まり、ドラフトに入りましょう。ちょっと待って、本屋に泊まれないじゃないか。何やってんだ。この辺のカウントを間違えてるようだとこの先はもうやられちゃうな。さあドラフトだ、柴崎頼むぞ。柴崎はねドラフト入ってもおかしくないと思うんですよね。お、二見が入ったね。奥山、柴崎、3人が入りましたね。はい、ではちょうどね切りもいいところになりましたので、一旦ここで終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、
あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。